皆さんこんにちは、大地です。昨日はね、31期という、クラスをやってたんですけれども、まあ1年ぐらい経つと本当に上手になりますね。でなんかね、やっぱり見た感じというか、もうパッとね、なんか見た感じ、ああこの人に相談したいなとか、この人だったら何言っても受け止めてくれるだろうなって雰囲気になってるのね。でそうするとね、クライアントさんこう勝手に話してくれるし、まあそれでね、相手の腰折らずに、で本当はどうしたいって話をうまく聞けたらね、あやっぱりこれが本質だよなと思いながら、こうやっぱりやってみようってこうなるんだよね。でそれうまく勇気づけられたりするとどんどん加速していくみたいなことがあって、まあだからまああり方とかって一言で言っちゃうけど、なんかその人の存在感みたいなものがね、まあそのやっぱ考え方がにじみ出るんでしょうね。だからそうするとこういいなと思うわけです。でその後ね、まあ、技術的な指導をいろいろとしてたんですけどね、やっぱりポイントは具体的な出来事エピソードをちゃんと扱うってことなんですよね。で昨日ね、公開でやったセッションがね、クライアントさんが、まあ、ずっともうこうある種の研修というかね、トレーニングをやってる女性だったんですけれども、なんかあるところで最近、まあ、前からやってた研修のね、新しいクラスをやってみたら、なんかすごいちょっとこれまでと違う感じがあったと。ですごいことがこのクラスとかここに参加者で起こるんじゃないかというふうに感じたんだけど、でなんかそれ自分のこのありようというか、自分によってどっちにでも行っちゃう、要は今まで通りとかもっとしょうもない感じで終わっちゃうかもしれないし、もうとんでもない可能性が開くかもしれないと。要はなんかこの自分がやってきたキャリアでの中でなんか想像もしてなかったような可能性が開かれそうな、こうクラスというか参加者たちにこう出会ってしまったと。でもなんか自分にできるのかとか、何があったらできるんだろうとか、そういうちょっとね、どう扱ったらいいか分かんない悩みだったんだよね。でまあ、いろんなコーチがね、ああでもないこうでもないってやってたんですけど、ポイントは簡単で、そのやっぱりなんか具体的に、いやこのクラスやばいんじゃないかなと思った瞬間ね、でそこにやっぱり入っていって、でその時ね、具体的に誰が何をやったりとか、どんな風に反応したりとかってした時に、その自分の中で何が起こったんだろうかをもっと探求してみることだし、でポジションチェンジして、その時の相手の状態ってどんな状態だったのか、相手には何が起こってたのかっていうことをやった上で、それをこう俯瞰しながら、で今までのクラスとかとこう比べながら、何が本当に違うんだろうとか、自分は何を本当に感じたんだろう、やっぱりね、具体的なエピソードの中でね、検証してみるというかね、もっと探求してみるっていうことをやることなんですよね。で未来もね、とにかく具体的に、じゃあそのクラスが最後どうなったらいいのかだし、それからその参加者というかね、そこの卒業生たちがどうなっていったらいいのかを具体的なエピソードで、要はじゃあ最後そのクラスが終わる瞬間、誰がどんなこと言ったりやったりしてたら最高の状態なのかっていうのを、やっぱり具体的に作ってみないとね、何が本当に自分が望んでるものでそうじゃないのか分かんないんですよ。でもっと言えば、それをさらにピンポイントでね、だから私がちょっと入ってね、誰か一人ね、なんかやっぱりすごい可能性があるよなって感じさせてくれる参加者、あえて一人選ぶとすると誰ですかって、やっぱ選んでくれるんですよ。でその選んでくれた参加者をが、じゃあ本当にどんな風になったらいいのかっていうことを真剣に探求していく。それもね、頭で考えるだけじゃなくて、その人になりきってこうなったらいいの、この周りでどんなことが起こったらいいんだろう、その人の心の中でどんなことが起こったらいいんだろう、徹底してやると、ああそうか、こうなったらいいんだが得られるんですよ。でそれは何十人いる参加者の一人分のことなんだけど、それが出てきたらそれを俯瞰しながら、じゃあ他の人たちに何が起こったらいいんだろう、クラス全体に何が起こったらいいんだろう、でそれをさらに抽象化して、本当に起こしたいこととか本当に大切なことって何なんだろうってね、具体から一般則を出していくとかね、具体からその全体的なイメージを出していく。だから本当に勇気を持って具体的な場面、エピソード、そしてもうたった一人の人間の中に入って、徹底的にいろんなことを探求して、それを俯瞰しながら全体で起こしたいことは何か、そのさらに先で起こしたいことは何かをこう考えていくっていうのが、実はコーチの、まあ、我々のね、流儀のこの突破法なんですよね。だからね、もっと具体的なエピソードを扱う、もっと個人を扱ってみる、もっと探求してみる、そしてそれを大きな目で見てみるね、っていうことを考えてみたらいかがでしょうかと、まあ、いうことです。参考までに。